入りましたね。こんにちは、カンパパです。久しぶりのね、登山道具の紹介です。今回はね、クッカーです。でクッカーといえば、ずいぶん前から僕山登りをやってるんで、かなりの個数持ってたんですね。まあ、こんな感じなんですけど、であまりにもね、まあ、この中で使ってないものが多いってこともあって、整理しました。で正直言ってね、この中のお気に入りの5個を残して、もうほとんど人にあげちゃったんですよ。まあ、そういうことで今回久しぶりにね、山用のクッカーを買ってみました。で早速ね、ここにあるんでご紹介しますと、これスノーピークですね。スノーピーク珍しいでしょ。名前がこれ野猿クッカー1000って言うんですよ。でね、よく見たら品番が SCS200 っていうモデルです。で今回ね、なんでこのスノーピークのクッカー買ったかっていうと、僕がね今回求めてる条件に合ってたということなんですね。っていうのは、まあ、最近ね、あの年齢も年齢なんで、まあ、正直言うとね、今年58になっちゃうんですけど、まあ、そういったことで体力面の不安もあってね、やっぱりね、高い山に登る機会がだんだん減ってきて、その代わり、まあ、登りやすくてね、景色のいい山で美味しいものを作って食べるというようなことがね、増えてきたんですよ。それで古いのばっかだから、今回ね、新しく買うクッカーには、まあ、以下の基準をね、満たしたものを探してたんですよ。まあ、ざっとね、簡単に挙げてみますと、こういうことです。まずね、鍋とフライパンがセットになってる。で形はね、浅型のクッカーってことです。これがね、プリムスのクッカーなんですが、これがね、まあ、縦型ですね。こういうのじゃなくて、まあ、平べったいという形ですね。あとね、焦げ付き防止加工がされているものね、ノンスティック加工ですね。あと重さは 500g を超えちゃいけないと。あと中にバーナーや、あと110クラスのガスがね、スタッキングできると。まあ、大体この5つを満たしているものということなんですが、仕事がね、最近忙しくてなかなかお店に行ってる機会がないので、まあこの5つの目安でね、ネットで探してたら、まあ、これがありましてね、で思わずポチっちゃいました。ではね、早速開けてみましょう。こんな感じでいろいろ入ってるんですが、はい、さすがね、まあメイドインジャパンですね。過剰なほどしっかりこう袋が入ってますね。じゃあちょっと並べてみますね。はい、大体こんな感じです。まずね、鍋の本体、これと蓋ですね。で続いてこれがフライパンです。でこちらがですね、ハンドルです。でこちらのね、こう分厚い、まあ、布というか不織布なんですけど、これが緩衝材ですね。まあ、こうやってね、重ねた時に、まあ、傷がつかないように、まあ、するやつだと思います。あとこれがね、布製のこうケースですね。スノーピークのロゴ入りです。で最後にこれが取説ですね。以上、こんなセットになってます。はい、でね、先ほどね、この5つの性能が満たしてればいいなと思った、まあ、5つの性能、大体のところで満たしてます。はい、それではね、ざっと見てみますと、これがね、まあ見るからに鍋とフライパンのセットですね。まあ、これでね、湯沸かし以外に、まあ、焼いたりいろいろ作ることができます。で形はね、見た通り浅型クッカーです。でポットの大きさなんですが、これが大体直径がね、18センチぐらいです。でこの高さ、これが66mm で、フライパンの方は直径がですね、17センチです。で高さが 3.5 センチと、こちらをね、蓋した場合、高さはこの通りになりますが、これフライパンで蓋をすることができるんで、フライパンで蓋した場合はこんだけ高さを稼ぐことができます。でこちらの蓋はですね、まあ、こちらの鍋にもフライパンにもね、ぴったりフィットすることができます。で中身はですね、こう見た通り、これちょっと黒っぽくなってるでしょ。これフッ素加工ですね。だから非常に焦げにくい。またね、山クッカーとすれば非常にこれ大切なことなんですけど、水が乏しいところでやりますから、やっぱりフッ素加工されてると、まあ、さっと拭くだけでね、まあ、かなりの汚れが、まあ、取れますね。はい、これ非常に大事なことです。でこちらの大きい方の鍋の容量は、まあ、一応メモリはね、1000ミリリットル、いわゆる1リットルって書いてありますが、この縁ギリギリまで入れるとね、1200ミリリットルという容量になります。ですので袋ラーメンを作る場合に、僕大体ね、まあ、1リッタークラスの鍋で作ることが多いんですが、まあ、それで吹きこぼれとかね、あんまりしないので、袋ラーメン作るにはね、これちょうどいい大きさかなというふうに思います。
はい、それでね、今からいくつか検証していこうと思うんですが、これが基本性能なんですが、実際ね、まだ使ってないうち言うのもなんですけど、いわゆる基本性能については全然問題ないと思います。スノーピークって今でこそね、あのファミキャン製品ばっかり作ってますけど、元はね、これ新潟のあの鍋とか釜のメーカーなんで、まあ、専門メーカーですから、まあ、そこは問題ないと思います。で、僕もね、スノーピーク製品のクッカーっていうと、これ以外にあのソロセットタクというのを持ってますけど、まあ、それも中がね、フッ素加工なんですが、非常に美味しくご飯が炊けますので、まあ、全然問題ないと思います。でね、検証するのは実はそこじゃなくて、気になってる点がね、2つあるんですよ。一つはね、これハンドルのことなんですよ。ハンドル、ちょっとね、太めのステンレスでできてます。でね、気になってる点はこのハンドルが一つしかなくて、この鍋とね、フライパン使うときにそれぞれこう付け替えてね、使うというところ、まあ、当然それを分かって僕買ってるんですけど、気になったんで、まあ、製品レビューなんかを見ると、この付け替え式のこのハンドルですね、非常にこれ評価が低くて、例えばこんな感じで書かれてました。付け替えるのが非常に面倒だと。まあ単純に言うとね。まあそういうことなんですけど、このレビューを書いた方も多分ね、この付け替えるってことはね、まあ分かって買ったんだと思うんですけど、いざやってみたら、ね、自分の想像以上に使いにくかったということなんでしょうね。ということでね、やってみます。何せね、今の今ですから。ここですね。ハンドル付け替えは、まあ、僕も他にクッカー持ってるんで、やってることはやってるんですけど、こういうシステム初めてです。でね、このハンドル見ていただきたいんですけど、まあ、このようにね、ギュッとこう絞れるようになってまして、まあ、絞ったところで、これをスライドさせていくと。ね、まあ、そういう作りであることがわかります。じゃあ、早速ね、やってみますね。はい、この隙間にね、この出っ張りをはめると、まあ、単純なことですね。分かりやすいようにね、カメラの方に向けてやってみますと、こうですね、こう、こうですね、こう、分かりますかね。で、この状態で、まあ、閉めたまま、ぎゅっと閉じたまま、これをスライドさせていくということですね。はい。はい、ここまでだとね、かなりこうしっかり、閉まりました。まあ、こうにやってて、今度フライパンを使うという場合は、まあ、一度これを外してですね、で、このフライパンの方に同じようにつけていくと、はい、これで、まあ、鍋とフライパンと、まあ、このように使うということですね。で、今ね、何気にこうやっちゃいましたけど、一つ気づいたところがありましてね、確かにこれはやりづらい。まあ、なんていうかな、こういう仕様だから仕方ないんかもしれないけど、まずね、一つ言えることは、これ閉める場合は必ず両手が必要なんですよ。両手でやんなくちゃなんない。レビューでね、まあ、不満点として、まあ、出てくるの仕方ないと思いますね。非常にやりづらいです。あともう一つ、次はね、僕が持ってるバーナーとガスがね、ここにちゃんと入るかってことなんですよ。まあ、スタッキングのことですね。でね、スノーピークの製品ページには、まあ、このような形で、まあ、自社製品のバーナーとね、110サイズのガス缶ですね、これが2個が、まあ、収納可能ってなってますけど、僕の場合一番よく使うこちら、これがプリムスのね、 P136 ですね。はい、こういう低い重心のバーナーです。この P136 というバーナーと、あと110サイズのガス缶ですね、この組み合わせが多いです。まあ、これが入ることが前提です。じゃあとりあえずやってみましょう。はい、じゃあね、ちょっときれいに畳んで、で、直接ね、こんだけ入れちゃうと、まあ、いろいろ傷がついちゃうんで、まあ、僕はね、こういう、なんていうかな、まあ、古着の T シャツですね。もう、着なくなった T シャツの布をね、こうやってかぶせて、こう入れるようにしてます。それとね、これガス缶ですね。
もう一個入るかな。厳しいか。ノーピークのようにはいかないかな。あ、入るかな。あとね、まあもし入れるとすれば、ここにあのライターですね。この P136 ってスパイダーストーブは、あの着火装置がないんで、これライターが入ります。でね、まあ、もちろんね、まあ、これ、この蓋だと入らないことはもうすでに分かってるんですが、こっちですね。これちょっとね、入るとラッキーなんだけど、フライパンで蓋をします。あ、ちょっとね、ダメだね。入れ方がダメなのかな。あ、入った。あ？あ、これだったらね。あ、入りましたね。ちょっとね、入れ方にコツはいるんですけど、こういうところに当たらず、入りました。バッチリですね。今ね、ギリギリ入ってるんですけど、鍋の内側とかを傷つけないようにやるには、まあ、やっぱりね、このガス管自体もなんかにくるまないとダメだし、あとね、まあ、ガタガタしないようにするためには、この上の方もね、なんか挟まないといけないんで、もともとついてたね、この緩衝材。まあ、これをこう入れたりして、まあ、実際はね、まあ、こんな形でね、まあ、ここにあの、まあ、バンドかなんかしてね、まあ、持ち歩くのがいいんじゃないかなと。ここだったら全然ね、まあ、グラグラしないんで、まあ一応これ良かった。あの緩衝材は、まあ後で入るにしても、あのバーナーとね、あとこのガス管ですね、これが入ったということで、これ2つあれば2泊3日ぐらいいけるんで、入んないかと思ってた、正直言って。ただこれね、直にやっちゃうと必ず内側傷つけるんで、まあ、そこはやっぱりね、こういったものでガードした方がいいと思います。で、こちらはですね、有名なね、外のあのウィンドマスターってやつですね。最強のストーブですけど、これ残念ながらこう縦型なんで、まあ、今回これには使わない予定ですけど、ただこれは非常にスリムにできてるんで、これだったら、まあ、ガス管入れてね、110のガス管2個とウィンドマスターでしょ、まあ、ここにあと、まあ、ライターとかね、あと風防ですね、これでまあ余裕で入っちゃうと思います。まあ、ガス管の大きさは決まってますけどね、まあ、ストーブの大きさっていうのはさまざまなんで、まあ、用途に合わせて入れるのがいいと思います。はい、ここまでの感想なんですが、まあ、こちらのクッカーはね、純正のスノーピークの野猿ストーブレギと110のガス管2個、これがねちょうどよく収納できる製品なんですが、僕のねスパイダーストーブ、これはきちっと入ることができました。で、非常にラッキーだと思います。あとね、もう一つ、このハンドルの取り付けは非常に面倒です。両手を使ってかなり力を入れる必要があると思います。ただねやっぱり思ったのは、まあ、メーカーが作ってるってことはしっかりこう裏付けがあって作ってると思うんですけど、面倒は面倒ですけど、確実な取り付けということを考えると、やっぱりね、これはやむを得ない構造だというふうに思います。もう何も作ってない状態なんですけど、このレビューの時点で、まあ、言えるのは、まあ、かなりこれ使えるクッカーじゃないかなということはね、もう十分わかります。はい、というわけでございましてね、今回はスノーピーク野猿クッカー1000品番 SCS200 のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。カパパでした。